皆様どうも、今回はですね、年末の、忘年会じゃないですけども、お疲れ焼肉海鮮パーティーということで、やっていきたいと思います。いやすごい、とりあえず、一旦そうだね、お見せしましょうか、じゃあどうぞ。どうだったですかね、皆さん、とりあえずめちゃくちゃ豪華なんですけども、はい、一番豪華なのが山形牛のやつだよね、黒毛和牛。これがね、コストコに行ってきたんですよ、はい、でもうこの焼肉のためだけに行ってきて、はい、この山形県産黒毛和牛の、はい、焼肉用のやつ、はい、これとあとこちらブラックタイガーあと刺身用の、だってこれは以前も買ったやつですね、はい、であといつも通り牛タン、こちらももう仕込んで筋は取って、はい、じゃあ早速やっていこうか、こうちゃん。はい、じゃあいただきます。じゃあとりあえず全部いろんなの焼いていく。まずタンと海鮮食べたくない、最初に。そうだね、分厚いのいっちゃっていい。ちゃんとね、エビは皮も剥いたから食べやすいですよ。そう、こうちゃんがね、背わたとかも全部取ってくれて、それで牛タンもあのね、筋がね、切れてるやつはついてたんですよ。なので、丸ごと1本前の下処理のやつをこうちゃんがやってくれたみたいに、はい、今回もやってくれて、綺麗にやってくれてます、食べやすく。イエス。一応あとハツ、カシラとホルモンも買って、はい、辛みもあるんですよね。そう、これはでもコストコじゃないんです。なんか焼肉屋さんで辛みってあんな人気あるのに、普通のスーパーで辛みってあんまり売ってないんだよね。肉の金正まで行ったもんね。そう、辛みが食べたくて。もうちょっとお肉並べようか。オッケー。こっち側の頭の部分どうかな。もうちょっと豪華に。もういい匂い。ホタテの香りが素晴らしいね。で、いつも僕たちが使ってるあれだね。じゃあ薄いタンも薄いタン。あ、オッケーオッケー。一応タン中とタン先両方とももう今回薄くしました。あ、了解です。タン元だけが薄く、分厚くやったかなって感じ。ここで一旦サムネタイムが入るから。なるほどね。そう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 、ちょっとじゃあしっかりめに入れとくわ。ごめんね。 OK、 じゃあとりあえずひっくり返しますか。もうやば、多分ね、この山形牛はねマジで美味しいと思うんだよね。初めてだよね、焼肉でこんなに高いお肉買ったの。ちょっと奮発しちゃった。1年間のね、貯金のやつがね、めちゃくちゃ重いのか、あれマジでびっくりしたんだけど、見てない方はちょっとぜひ見てみてください。感動しました。やばいよね、本当に。これやば。ではサムネタイムもできたということで、早速食べていきますか、こうちゃん。いただきます。いただきます。一応若干見切れてるけど、葉野菜とかも用意して、ね、そうだね、挟めるようにね。あ、今のうち取ってくよ、こうちゃん。何枚かちょっと産地と。そうだね。じゃあいきますか。もうじゃあカルビ行ってみていいかな。そうだね。でもこれ焼き終わったやつだからね。絶対うまい。いただきます。いただきます。お肉の味がすごい。脂が甘い。待って、うますぎて鳥肌立ってきた今。うまっ。これはやばいです。もうどんどん食べちゃっていい。どんどんもうお好きに行こう。いつものお手製のネギ塩も。これもうちょっと普通にレアに焼いちゃっても大丈夫ぐらいのレアだね。牛タンうまっ。という間に切れるんだけど。うわ、うん、まっ。山形牛やばい、こうちゃん。山形最高かよ。もうほんと柔らかいね。
どんどん焼くね。うん、食べて。うん、ゲイ。うまい。うん。食べちゃっていい、俺が全部。ホタテのね、あのね、汁がエキスが言ってた。幸せ。じゃあどんどんまたやこれ手前にやっとくね。うん、取りやすいように最高なんかちょっとで、お腹空いてるうちに山形牛をまずいっちゃっていいじゃん。大でも俺タンもいったい。あ、オッケーオッケー。これじゃあちょっとさ、せっかくしゅんちゃん焼いてくれてるにもかかわらず俺ほら食べていい？あ、いいよ、全然食べて。まず何もつけずにいきます。いただきます。てか俺さ、これ思ったんだけどさ、これじゃなくていい？あ、トング？おちゃん、俺一番良かったやつはこれだ。ぶっちゃけこっちの方が絶対早い。ねえ、どうしたの？ホタテとポン酢が優勝した。優勝した。めっちゃうまい。じゃあ俺エビも楽しみなんだよね。これは食べやすいと思う。あ、こちゃん一応トング。はい、ありがとう。こっちの方がやりやすいわ。ちょっとね、このトングだけが一番後悔してるよね。こっちほんと使いやすい。これどこだっけ、どこだっけ、それ。このトングだけのね、あの売ってる場所だけもう一度ね、ちょっとね、思い出したいんだよね。イケアじゃないよ、ね、イケアはもっと硬いやつなんだよ。でももうほんと最高最高、幸せすぎる。ちょっと待って、ちょっと信じて俺を。あ、何を？ポン酢で食べて。こうやってほんとこれね、優勝するから。うまいよね。海鮮うめー。エビ超楽しみ、こうちゃん、ね、え、俺もうあれいっちゃっていい？あ、俺まだこれ食べてないわ。ハラミがね、ハラミはちょっと、ハラミもね、ハラミってなかなか、あの、あんま売ってないんだよね。本当にスーパーにないんだよね。もう十分肉肉しさね。合格膜って感じ。今年1年頑張ってご褒美って感じだね、本当に。本当にそう。なんか年末感出てきたもん、今日改めて。うん、多分これターンいけるんじゃない？いっちゃっていいですか？はい、ここまで。ありがとう。うわ、やば、ありがとう。いいえ、いた、見てみんな、ネギ塩さん、いただきます。はい、うまい。柔らかい。いただきます。うーん、もうサクサクっていう、分かってたけど改めてうまい。あとこうちゃんが筋取ってくれてるからもうそれ大きいよね。本当にでもね、筋は取った方がいいと思う。あのどっちにしろ食べられるんだけど、やっぱ歯切れが良くなるよね。食べていい？山形牛、バカだろ。山形牛超うまいんだけど、サンチュしちゃおう俺。ネギダレで食べてみよう。うーまてか薄いのも十分うまいな。やっぱ、ま、中ほどのあのなんだっけ、柔らかさはないけど、なんかあの普段食ってるタンだなって感じ。うん、これはこれでうまいね。食べちゃおう。
ょ、俺あえてこれをポン酢でいくとかさっぱりするんじゃない。ビビに食べたいけど、こっちゃんエビ大丈夫？まだ大丈夫だと思うよ。でも行ってみて、そろそろ。あ、うまっ。じゃあエビいきますか。いい感じに。ありがとう。絡めちゃって、これすっごいんだけど。2個とも取っちゃうねんの。うん、頭を外したらもうあとはもうドゥルンっていけるはずだけど、ちょっと熱いと思うんで。そうなんだよ。じゃあ食べます。ちなみにね、卵もすごい入ってんのね。どんどん肉焼いてきます。はい、俺はちょっとホタテも焼いていい？オッケー。いや、ホタテ食べたい、もっと。今日はいっぱいあるから全然食べていいよ。いや、こないだいっぱいあっても譲ってたけどね。え、でもちょっとエビももっと食べよう。俺エビめっちゃ好き。オッケー、美味しいわ。待って、俺大好きかなって思ったけど、うん、これ全然いけるな。全然そんなことないよね。ご飯何個炊いた？4。もうなくなっちゃうよ。柱も美味しかったしね。ご飯ってあっという間になくなんだよな。初食べる、初。でもやっぱりなんだかんだこの山形牛やばい。やばい、本当に。しかもなんかくどくないの、全然。山形牛とやっぱタン。あー、タン焼くの次タンにするわ。じゃあこれも分厚いのまた食べたい。うん、分厚い。ちゃんじゃかな。ちゃんじゃかな。ちゃんじゃっぽいな。俺ご飯おかわり入れてきていい？いいよ。こっちゃんさすがにまだあるもんね。行ってくるで。あとこれのこんもりぐらいがある、うん、だからまだあるよ一応。それがなくなったらもう4合目で終わり。いやだからさ、みんな多分気づいてると思うけど、これあれなんだよね、一般家庭にある茶碗の多分2倍ぐらいあるんだよ、ね、あれだろうね。何なんだろう、丼みたいな。そう、丼らしいね、これが。ちっちゃい丼。逆に丼って何なんだろうね、うん、ね。何だった？ちゃんじゃ？ちゃんじゃだって美味しかった。まさかのね、ビデオが1回目止まってたっていう。どこまで通じたか分かんないけど、うまいです。もうだいぶなくなってきてるけど、なんだっけ、ご飯ももう4合飯がなくなりそうです。もうそこも取れてるか分かんないけども、追い炊きでっていうくらい、追い炊きでっていうくらいね。ご飯でもあるんだっていうね。よし。いやでもこんなにタン食べられるの幸せだよね。多分本当にね、本当にマジで焼肉屋行ってもね、うん、パンだけはね、なんか頼まなくなっちゃった。なったね、本当に。だって自分でできるもんと思っちゃってね、安く。これだってパンだけで何年よ、焼肉屋。多分リアル1万ぐらいするよ。絶対するね。半値で食べれるはずだから。そうだから、本当コストコ行ってるし、その何、動画見てコストコ行こうなって思ってる方は、タンは本当に丸ごと買って筋を取ってあげて、うん、切ってあげる方が絶対いいよね。絶対いい。超美味しいし柔らかいしね。あ、待って、こちゃんの好きなホタテを何個かいただく。いいよ、もうホタテ、これはそもそも生で食べれるやつだから。はい、うまい。うまい。マジでうまい。止まんねえ。なんかね、コメントに、うん、ホタテ専門店のお店があるって書いてあって、うん、それコメントじゃないや、リップだ、ツイッターのリップで。ありがとうございます。あれね、実はね、僕ね、もともとね、調べてこうちゃんに前言ったことがあるお店だったんだよね。ホタテの本当に専門、ホタテばっかが置いてあるところ。今度行きたいね。行く。じゃあ続いて何行こうかって感じの。もうご飯がなくなってきてるんですよね。じゃあこうちゃんラストご飯行きます。いいですか、私食べていい？こいや、ここはこうちゃんでしょ。俺小食なんだけど大丈夫かな。みんなが待ってるよ。
ただ、うん、そのこうちゃんが思ってるほどないっていう、多分涙が出たらごめんね。だってもう、だって何、この水平線から越えない。日の出がない、日の入りだもん、これ。ほら、いやでも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 、まだ全然大丈夫よ。まだこのカルビを食べる分もあるから。でもこうちゃんがあの最後の食事の時に悲しそうなする顔みんな好きみたいだから、それでもいいんだけどね。今日のホタテを最後に食べられた時にはよ。このただ俺そんなにあのこうちゃんほどさ、俺ホタテ大好きだけどさ、あそこまでの情熱がないからさ、あ全然譲るわってなっちゃうんだよね。もう楽しい時間も超えたらそろそろですよ。怖っ、時の流れ怖。これ一回食べ終わったらじゃあ締めようか。ご飯もなくなるし、ご飯なくなるんよ。ご飯がなくなったら炊き直さないとダメだね。やっぱ4合じゃ僕たち足んないんだね。5か。しかも今日さ異常にお腹空いてたっていうのもあるからさ、多分ね今日リアルにね、うん、午前中今リアル24時間ぶりくらいのご飯なんだよ。え、だって昨日、まあ、でもその間のこうちゃんジェラート食べてるし、まあ、ジェラートはジェラートはご飯じゃないから、水分補給みたいなもんだからさ、あれは。うん、そっか、それぐらいか。そうそうそう、リアルに1日ぶりのご飯なんだ。そう考えたらまあ妥当か。うん、こんなもんよ大体。みんなこれくらい食べる。みんなこれくらい食べるか。ちょっと控えめなくらいかもしれない。でもあれだね、来年はなんかあの焼肉の頻度がもうちょっと増えるように頑張りたいね。毎月1回は焼肉の日欲しいよね。あったらいいけどね。肉の日は焼肉食べたいよね。ではじゃあ最後の厚切りさんです。もうなんかやっぱ悲しくなってきた。何なんだろう、儚いね人生って。なんかさ焼肉ってほんとすぐなくなるよね、お肉が、ね。でもお店でこんな食べれないからさ。そうなんだよ、やっぱ家じゃないとね。ほんと最高だよね。いただきます。柔らかすぎ。うん、最高にうまいんだけど。うん、うますぎ。うん、星休めのホタテ、星休めの山形県、最高じゃん。休まんねえな。うん、まだうまい山形県。うん、甘い。うん、まっ、なんかそれ多分、ね、この作業なかったら気づかないだろうなと思って。食べていいよ、すごい。食べていいよ最初。あ、じゃんけんすんの。じゃんけん、はい、はい、これでしょ。食べていいよ。じゃんけん負けんなよ。食べていいよ。食べていいよ。負けんのかよ。いいよ。負けた。負けんのかよ。じゃあ俺ちょっと最後はあれするわ、もう三中で。米三中で。やば、負けんだもんな、いつも勝つのに。勝つんじゃねえよ。びっくりした、裏切られだ、裏切り、興奮してるわもう。じゃあ俺は普通にハラミを、はい、いただきます。こめちゃん、ありがとうございます。優しさね、優しさだね。最後の山形牛をくれる優しさ、みんなもこんな広い心を持とう。じゃんけんに負けても勝ってもそう、もらえるっていう。じゃあ何のじゃんけんだったんだっていう。いただきます。うん、山形牛とご飯がなくなったっていうことでいい感じに一回締めます。じゃあもうなくなったもうなくなった。見てないでしょ。いやマジでこんなにいっぱい葉っぱ食べたのに山形県の山形牛、甘みね、
油がすごい分かるね、甘いんだよね、ほんと表現が。コストコの山形牛のやつ買ってみてみるの、うん、めっちゃ美味しい、ほんとにおすすめです、ね、ただちょっとお高めなんで、ご褒美の時にね、ぜひ買ってみてほしいなって思うね。はい、はい、ということで、まあ本日はですね、ほんとに年末だし、ほんと特別の特別、なんか記念日と同じだね、ほんとに感じで言うと、チャンネル登録者の時とかもそうだったけど、うん、そういう時にね、あのできるような企画なんですけども、まあ楽しかったね、うん、頑張った。まあ、今年も1年本当に頑張ったんですけど、来年もね同じように頑張ろうと思ってるんで、皆さんもね引き続きよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。